さまこんにちは、ゆっくりです。今回も、モーターストーム3をプレイしていくよ。余談ですが、このゲーム、こんな風にレース中いつでも自由に写真を撮ることができるんですよ。まあ、写真機能自体はモタスト2の時からありましたがね。それにしても、ノリノリだね、おっさん。うん？うわぁ。おっさん、足を挟まれてるじゃないか。しっかりするんだ。気を確かに持つんだ、おっさん。とりあえず、はいチーズ。うん、いい写真が撮れたね。それじゃあ、おっさんはほっといて、早速本編行ってみよう。今回はまず、プレイヤーアイコンについて説明するよ。このたくさんあるアイコンの中から自分の好きなアイコンを選んで設定できるよ。アイコンはレベルが80になると、全部アンロックされるよ。ドーナツ、美味しそうだね。ハンバーガーも美味しそうだね。ひよこも美味しそうだね、ジュルリ。ちなみにゆっくりは、あのひよこのお菓子が大好きだよ。こんなことをしちゃうくらい、大好きだよ。てか、このアイコンよく見たらひよこじゃなくてアヒルじゃねえか。まあいいや、それじゃあ今度はドライバーを紹介するよ。ウプ主はまだ全部のキャラを出してないけど、全部出すとここの枠が全て顔で埋まるよ。そしてなぜかモヒカンのキャラが5人もいるよ。確かにステージも災害が起きていて世紀末だしね。ちなみにゆっくりのお気に入りは、この、ちょっと、エモリトールに似てるドライバーだよ。おい、レイムー、遊びに来たぜ。うん、この声は、マリサだぜ。見てくれよレイム、新車買ったんだぜ。もう放棄の時代は終わったんだぜ。マリサ、あんたにしては結構いい車を買ったじゃない。そうなんだぜ。だからレイムに見せびらかしに来たんだぜ。ねえ、ちょっとこの車、乗らせなさいよ。ええー、お前は絶対事故るから嫌なんだぜ。え、私、こう見えても今まで一度も事故ったことないから大丈夫だよ。おい、前回の動画で散々事故ってたの知ってるんだぜ。ええー、うるさい、いいからちょっと貸しなさいよ。うわぁ、やめるんだぜレイム。ちょっと借りるだけよ。ちょ、降りるんだぜレイム。ちょっと借りるだけだって言ってるだろうが。下粉。あ、こら、待てレイム。傷つけたら、許さないんだぜ。さて、それでは早速、この、マリサから借りた車で、ドライブにでも行こう。そうだ、海へ行こう。綺麗なビーチのある海岸をドライブするぞ。海、楽しみだな。やったぁ、海に着いたぁ。って、あれ？なんか、ものすごく天気悪くない？雨、土砂降りじゃない？せっかくマリサの車で、海までドライブに来たのに。これ、海、大荒れじゃねえか。てか、むしろこれ、ハリケーン直撃してるじゃねえか。建物倒壊してるぞ、これはやべえ。でも、せっかく海まで来たから、今日もレースをしていくよ。さあ、てめえら、今日もテンション上げていくぞ。この、漆黒をまといしマリサの新車の性能、とっと味わわせてもらおう。そして、私が他人の車を使っていても、1位を取れるということを見せてやる。お前たち、せいぜい私を楽しませてくれよ。って、うわぁ、早速マリサの車が水没したぁ。やべえ。バレたら殺される。でも大丈夫、バレなきゃ問題ないのだから。うわぁ、今度はマリサの車が早速爆発したぁ。なんてこった。ておい、もうハリケーンそこまで来てるじゃねえか。マリサの車の傷の件もやばいし、ハリケーンもやべえ。まさに四面楚歌。うおぉ、全部てめえが悪いんだ。しまった、ついやつ当たりをして、またマリサの車を傷つけてしまった。だが、まだこれぐらいの傷ならきっとバレない。うわぁ、もうこれ完全にダメだぁ。完全に隠しきれねえ。ならば、なるべく原型をとどめて返すように心がけよう。そうだ、もう道はそれしかない。っておい、邪魔だこの野郎、ざまあ。って、痛い。誰だ、今私に銃撃を浴びせた奴は、レース中に銃撃されるとかとんでもねえゲームだな。
ちなみに、銃撃されると無条件でブーストゲージが上昇するよ。理不尽だね。そしてお前はどけよ、オラー。さすがはマリサの車、ボコボコになってもマスタースパーク並みの、ものすごい攻撃力だ。ではー、ダイナミックお邪魔します。ふぅ、あの家の住人が留守で助かった。まあ、もし留守じゃなくても、この車、マリサの車だから、全部マリサに責任なすりつけるけどね。ちなみに今私が使っているスーパーミニというマシンは、砂浜のような悪路に強くないので、この舗装された道を大回りしていますが、悪路に強いマシンは砂浜の波打ち際を走った方が早いよ。とか説明してたら、なんか爆発してるわー、瓦礫危ねー。うわー、竜巻旋風客。そして、今回紹介する時間がなかったから、ここでスーパーミニの特徴を載せとくよ。各自読んでください。あの車、私の前を走りやがって、邪魔なんだよ。でおいい、本当に邪魔してんじゃねえよ。うわぁ、これどこ走ってんの？げふーん。畜生、あの車、次に見かけたら許さんぞ。て、うん。うわぁ、でっかい天下が倒れてきたぁ。天下、家庭。うぅ、ひどい目にあったぜ。まあ、マリサの車だからいいか。うわぁ、毎回ここ曲がりきれねえじゃねえか。お前のせいだ、死ね。うおぉ、地面が荒ぶってる。いや、地面以前にハリケーンが荒ぶってるんだけどさ。おい、どけよ、そこの薄のろ。こぎたねえマシンで走りやがって、うわぁ、ごめんなさい。こぎたないのは、私のマシンでした、ごめんなさい。正確に言うと、こぎたないのはこの、マリサの車です。私の心は、光り輝くダイヤモンドのように綺麗です。うわぁ、マンションが倒壊していくだ、大変だ、まだ、あのマンションの中には、ケイネス先生が取り残されてるんですああ、なんということだ。きっと今頃、倒壊したマンションの中で、こんな顔でもがき苦しんでるに違いない。そして私ももがきながら落ちていく。てか、3周目これ明らかに天候悪くなってるじゃねえか。さっきから建物倒壊しまくりだし、レースどころじゃないって。ほら、雷も落ちて、マンション爆発してるし。うわぁ、観覧車みたいなのも倒れてきたぁ。雨も強くなってきたし、風も強くなってきたし。このマリサの小汚いオンボロカーが吹き飛ばされるのも時間の問題だな。てか、なんであいつ、こんなオンボロの車に乗ってるんだ？あ、そうか、私がオンボロにしたんだった。でも、こんな車でも1位を取ってみせるよ。攻防筆を選ばず、私ぐらいになると、どんなポンコツマシンでも使いこなしてみせるよ。うわぁ、このポンコツがぁ。マジ使えねえ。うおぉ、待てぇ。こうなったら、最終奥義を使わざるを得ない。くらえ、ゲッコリアタック。決まった。うおぉ、でも間に合わねぇ。このポンコツがぁ。3位。本来1位しか取れないこの私が3位なんて、全部この、マリサのポンコツマシンのせいだ。そうだ、そうに違いない。だから仕方ないね。はい。私の家に帰ってきたよ。マリサの車、傷だらけで、見るも無残な姿だね。さっきまでのピカピカの車と比べたら、まるで別の車みたいだね。やばい、マリサが帰ってこないうちに、なんとかして、隠蔽しなくては。というわけで皆さん、今日はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。最初は順調に進んでいたかと思われた隠蔽作業。しかし、作業はだんだん間違った方へと進み出す。そして、後戻りできないところまで来てしまうゆっくりが、完成させたのは、なぜかいた車だった。ゆっくりは無事、マリサの車を直すことができるのか。次回、何でもありのデスレース、パート4、ご期待ください。